はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒澤敦史です。今回は分かりやすいタイトルで青天井の売り上げっていうのを狙っているにもかかわらず、何時間作業したんだからこんだけ確実に売り上げを出せるとか、何商品調べたんだからこんだけ確実に売り上げ出せないのかとか、そういったことでギャーって言ってしまうとしたら、それは根本的に間違っていますよという話をさせていただきたいと思います。私がやってるのって海外転売個別コンサルティングですよね。でも間違う人がよくいるというか、途中で特に自分が利益が出なくなったり不安になったり、その不安についても終盤お伝えしますけれども、不安になったり焦ったりすると一気に多席になったりとか、なんかいろんな文句とか愚痴とかを言ってくる、批判をしてくる場合っていうのがあるんですね。で、ぶっちゃけた話、全ての批判っていうのは簡単に論破できるんですよ。ただ生徒さんの場合、私が論破したからいいってもんじゃないじゃないですか。そこはその方の考え方も組みした状態で、方向性っていうのをまた正しい方向に軌道修正するっていうことが必要になってくるんですが、今回はもちろんこの動画、物販に興味持ち始めた方、私の生徒ではない方もご覧いただいてますから、まず全体的に何かの個別コンサルティングを受けるっていうのはどういう根本的な前提で受けるべきか、そのマインドをどのようにして、培うというか、どのようなマインドを持ってるからこそ、じゃあ考え転売、海外転売なり何でもいいんですけど、個別コンサルティングとか学ぶっていう状況に至れるのかっていう話をさせていただきたいと思います。私が行ってるのは海外転売個別コンサルティング。本当は転売っていう言い方嫌なんで、本来は海外物販なんですけどね。ここはキャッチーな言葉は転売なので、海外転売っていつもは言っています。海外転売個別コンサルですよね。個別コンサル。コンサルなんですが、これ映ってますかね。で、これをよく間違ってる人がいて、海外転売と個別コンサルってこの言葉を解読すりゃわかる話なんですけれども、そこをよく履き違えてるわけじゃないんだけども、自分がうまくいかなかったりしたタイミングでもっとこうしろああしろっていうことを、まあ要するに多席にしだして、講師がもっとこうしなきゃいけないとか、カリキュラムがもっとこうであるべきだみたいな自分以外批判を始める方を事前に論破しちゃいますね、今回。まず海外転売っていうのは独立独歩セラーとして、プロセラーとして進んでいくものですよね。要するに逆の言い方すれば、まあ個人事業主って書いてもいいんですけど、まあ起業家っていう言い方ができると思うんです。起業家として進んでいくっていうものが海外転売です。一方、まあ対比、コントラストではないんですけど、従業員とか社員とかバイトっていう言葉がありますよね。アルバイト。まあとにかく従業員。何かに従って仕事を行うメンバーってことですよ。従業員ですから。ですから、海外転売を行う個別コンサルティングの中で、プロセラーを培うっていうのを目的にしているわけです。従業員を培うわけではないんです。だから、私が皆さんが選んだ商品を、はい、これは買い付けてください、これは買い付けないでください、これは買い付けてください、買い付けないでくださいっていうふうに 120% 全部私が取捨選択してテストマーケティングを行うっていうと、これ従業員じゃないですか。そうじゃなくて、各自がご自身で調べた中で私がお伝えするのは、その商品のメリットとデメリットなんです。例えば、リチウムイオン電池だったら飛行機で運ぶことができないからそれは NG ですとかね。アウトのラインは教えますよ、当然ながら。この商品は商標登録調べてみてこういう風に出てきたと。あ、文字商標で、を取られている商品だから、少なくともこの商品はアイノレをやめて新規出品を行いましょうだとかね。まあ基本的に新規出品を行ってブランド戦略を行うっていう個別コンサルティングなんですけれども、アウトな部分っていうのはお伝えします。ただ、その中の範囲で、まあこれはこういうメリットがあってデメリットがある。で、これは NG の商品ではないから、あとは利益率を考えて出していきましょうっていう中の範囲に関しては、これは絶対買い付けて、これは絶対買い付けません、これは買い付けて買い付けて買い付けないみたいな話まで事細かく私が全て指示するのであれば、それ私の従業員じゃないですか。で、
プロセラーっていうのは独立独歩自発的に邁進していける人間をプロセラーって呼ぶわけですよね。でそれを育成するような個別コンサルティングの中で、私がこれやってあれやってっていうのであれば、もしくは私が商品のデータベースを持っていて、売れる商品っていうもののデータベースを持っていて、でそれをお渡しして私が言った商品だけを買い付けるのであれば、それっていうのはプロセラーの起業家を育成するものではなくて、バイト探しですよね。バイト探しはタウンワークになっちゃうわけですから、私別にタウンワークにで皆さんを募集してるわけじゃないですからね。ってことは、ここ一つ目のポイント、冒頭にもお伝えしましたけど、売上青天井にもかかわらず、この時給いくらっていう、まあ例えば1時間850円っていうのがアップしますよね。これを求めたいのであれば、こっちではないですよっていう話、こっちは青天井なんですよね。だから1時間働いたから何商品調べたからどうだっていうのは、ぶっちゃけた話、確約はできないんですよ。だってずっと寝っ転がってたら、その人は1円も稼げるわけないし、商品リサーチだけずっとやり続けて手詰め1回もしなければ、やっぱり1円も売り上げ出るはずないですから、そこも含めて850円時給はくれ的な発想で考えてしまってる人っていうのは、これもう海外転売のプロセラーを培う個別コンサルティングの範疇ではなくって、それはバイト雑誌を探してください。もしくはネットのリクルートで、あの就職先を探してくださいっていう話になってしまう。このポイントをご理解いただければと思うんですね。あとはですね、この個別コンサルティングっていうのは、その人その人の個性を生かした物販を行いましょうっていう話です。だからその意味でも、結局確率的な従業員を求めたところでプロセラーには絶対なれないから、こっちの世界に行きたいのかこっちの世界に行きたいのかっていうのは考える必要があって、こっちの世界にいざ行くっていうふうに決めたのであれば、ネガティブなこととか悲観的なことなんていうのはもう一切排除して、で絶対に確証できるから前に進みます。確証できるから前に進みますって、それそこのコンビニのアルバイトですよね。皆さんの近所にある1時間働いたら850円もらえるっていう確約があるから、そこで働いてるわけですよね。逆言えば、じゃあそこで1600円くれって言ってもくれないわけですよ。我々は850円っていう確約はないものの、8500円、85000円、85万円、850万円っていう風に青天井で進んでいく方を選んでるから、まずその感覚を持っているのであれば、海外転売始めるべきだし、始めた後でいきなり意見切り替わっちゃう人いるんですよ。初めは独立トップをやっていきましょうねって始めたのに、焦り出してうまくいかないと、確約してくれと、もっと売れる商品を先生が探してくれって言い出すんですけど、それってこのちょっと一回消しますけど、個別コンサルティングじゃなくなっちゃうんですよ。要するに私が商品を全部選んで、その商品に対してのみ買い付けるのであれば、それは投資なんですよね。投資だから私は海外転売従業員投資をやっているわけではなくて、海外転売でプロセラーを培う個別コンサルティングを行っている。これ私だけじゃなくて、ネットビジネス、まあ独立トップ起業家として進んでいくとかね、年収が1億だとか、まあその言葉っていうのはギラギラした言葉は嫌いなんですけど、少なくともネットビジネスって全体的に自分自身が独立トップを個人事業主ないし起業家として進んでいく前提で、カリキュラムが組まれているものじゃないですか。ですから、その中で確実に自分が買い付けたら絶対に儲かる商品をノーリスクで得ようってしてるのは、ぶっちゃけな話、投資の考え方としてもおかしいんですよね。ローリスク、ローリターンなのか、ハイリスク、ハイリターンなわけじゃないですか、投資って。で、そこを絶対に売れる商品をしてきてください、自分はノーリスクでリターンは得たいって言ってる人は、ざけんなバロッチョっていう話なんですよ。江戸弁で言うと、てやんでバロッチョ、何さらってケツかんねんなんですよ、関西弁で言うと。その考え方を持ってる限り、従業員なのに、で従業員でリスクを何も背負わないんだけれども、青天井で進みたいって言ったのは、これ完全に乖離しちゃっている。でこれに陥ってしまうと非常に悲惨なんですよね。自分はもう悲劇のヒーロー、ヒロインみたいなことで感覚に陥っちゃって、もっと講師がどうすれば、もっとカリキュラムがどうなればみたいな話になってきちゃうと、これ本当にもう目も当てられないと言いますか、非常に
卑屈かつ狡猾かつずさんかつ悲劇的な喜劇なんですよ。コメディーになっちゃうんですよ。矛盾したものを両方手に入れようとしているのは、これ悲劇的なコメディーなんですね。だからそういう状態に陥らない方がいいですし、そうじゃないと海外転売って、まあ、海外転売だけじゃなくて独立独歩何かをスタートするっていうのはこれ難しい話になっちゃうので、そこは気をつける必要があります。往々にして独立独歩こうなりたい、独立したい、もっと収入が欲しい、その収入がどう考えてもサラリーマンの平均年収500万円台をはるかに上回るものなんですよね。多くの人が言ってるのは、女性で言うと月や、ね、年間だとだいたい300万円弱ぐらいですかね、平均年収っていうのが。女性と男性でちょっと違いますけどもね。とにかくその300万円だろうが500万だろうが600万だろうが、それ以上のものを得ようとしているのに、その従業員の人たちが1日例えば8時間ないし9時間、月曜日から金曜日まで一生懸命働いていて、それでようやく得られるお金っていうのを青天井で欲しいって言ってる割には、その人たちが、それだけ時間と労力を費やしている対価として、確約としてもらっている、まあ、時給だったり、月給、そういったものも欲しいって言って、だから、この欲張りっちになろうと思ったって無理ですから、そこはどっちかを選択すべきだと思うんですね。で、少し話を元に戻します。とりあえずここまでの話をまとめさせていただきます。私が行っているのって海外転売個別コンサルティングだし、私はコンサルタントなんですよね。だから、ぶっちゃけた話、ベビーシッターでもなければ、心療内科でもないんですよ。それは心療内科の先生にお願いしてください。それはベビーシッターにお願いしてくださいっていうことって多くある。で、その多くの原因っていうのは依存とか高齢とか多責とか、そういったものが原因で批判的になってしまう状況に陥っている方が、やっぱりどうしてもパーセンテージ的にどうしても起きやすいんですよ。なぜかといえば、私繰り返しこの動画で、こういった動画で、このチャンネルで、海外転売の商品リサーチ一つ取ってもしんどいですよと、思ったよりしんどいですよっていうふうに言うんですよ。だからその人が思っている範囲の、あ、こんぐらいしんどいんだろうなっていうイメージを持ってるんですが、私が言ってるしんどいってこんぐらいなんですよね。だから実際スタートしてみると、しんどいって言葉って、しんどいっていう言葉って、もうその人によって捉え方違うじゃないですか。私は商品リサーチめっちゃしんどいですよって繰り返し言ってるのは、その人がの予想内のしんどさをはるかに上回りますよっていうことを言いたいんですよ。でも多くの人っていうのは、自分が思ってたしんどさよりももっとしんどくなっている状況に至ると、非常に批判的に多責になりやすい。だからそれになってしまうと、でもこっちの世界がイコール青天井なんですよね。青天井ってことは、結局のところ売上っていうのがある種無限にどん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 売上を上げていくことができる世界っていうのはこっちの世界なのに、この中にいながらこっちの売上だけは得てやろうっていう発想になってしまうと、それはおかしい話になるから、皆さんが思ってたよりも商品リサーチやってみたり、商品登録してみたり、私いつもこの2つ挙げてるんですが、なんでかっていうと、商品リサーチめっちゃしんどいっていう人と、商品登録めっちゃしんどい、思ったより大変だっていう人が多くいらっしゃるからですよ、実際生徒さんで。だから事前に言ってるんですけれども、この商品登録や商品リサーチ、思ったよりもしんどいなって分かったら、あ、やっぱそういうもんなんだよね。なぜならば、青天井で売り上げ出そうとして、個人事業主、起業家として独立独歩、従業員ではなくって、時給何百円のアルバイトをしてるわけじゃなくって、こっちの世界なんだから、あ、こっちの新しい世界っていうのはそういうもんなんだっていうふうに享受できると、受け止めることができると、その人は前向きに進むことができるんです。しかしながら、多くの人っていうのは、多くの人っていうか、このしんどさの加減っていうのをなんとなくしか、やっぱり想像は難しいと思うんですよね。やる前からやった後のことを考えるって、これなかなか難しい話で、基本的にできないですから。曲がり角曲がった後何があるのかっていうのは、曲がり角曲がるまではわからないですからね。思ったよりしんどかったってみんな思うと思うんですよ、ほとんど多くの方が。例えば私の生徒さんで不動産関係の経営をやってる方だとかね、美容関係の経営をやってる方だったら、思ったよりもしんどいっていうのが、まあどのぐらいかって、大体他の業種でもうすでに成功されている方っていうのはご理解いただける。やる前からわかると思うんですよ、応用的に考えれば。ただ一般的に自分が
思ってたよりもしんどいっていうのは、まあこのぐらいだろうなって思ってたのをはるかに超えるしんどさに直面した時に、どうしても人っていうのは多席になりやすい。で、その多席になる原因っていうのはいろいろちょっとまた消させていただきますと、不安が降り積もるから、まあ正確に言うと疑問が降り積もって不安になるからなんですよ。で、そういう方がよく言う言葉っていうのは、私が15年間講師やってそういう生徒さんがよく言う言葉っていうのは、とにかく不安が多い、不安でいっぱいだっていう話をするんですけれども、不安でいっぱいだって言っても、これはサーフィンの例でお話しした通り、その人が見てる方向にボードは進んでいくだけです。これが商売だって波乗りだって一緒、気持ち的なものだって引き寄せの法則だってそう。不安だ不安だ不安だ、どうしていいか分かんない、不安だ不安だとかね、焦ってますどうしよう焦ってますとか、自分はダメな人だダメな人だって思って、そっちを見ていたらそっちの方向に必ず進んでいくんです。要するに100遍不安だって書いても、200回焦ってるって書いても、自分はダメだって1億回言っても何一つ改善しないどころか悪化の一途をたどるだけなんですよ。だからまずこの言葉、私思うんですけど、不安だとかね、焦ってますとか、自分はダメなやつだとかね、もうお先真っ暗だみたいな言葉をなんで言うのかって、それを言うことがなんでいけないのかっていうのは非常に簡単で、言うってことはそう思考してるからなんですよ。で、そう思考してるってことはその思考が現実化するからなんですよ。だから私だって、例えば先日父が亡くなった時って、もう自分何にもしてやれなかったと、すごく落ち込んだし、もう生きてる価値ないんちゃうかと思った。正直すっごい後悔したし、すっごい悲しいんだし、すごい自分に対する怒りとかいろんな思いがブワーってなったんだけど、それを言い続けることはしなかったんですよね。言っても意味がないから。もちろん悲しみに暮れる、その時間は大切ですよ。何度も泣きましたしね。でもその時間は大切だけれども、自分が進む方向はそっちじゃないから、口に出して言う言葉っていうのはポジティブなことを言うように努めたし、そのポジティブな言葉を出そうと思考すること自体がポジティブな方向に向かっていることであるから、やっぱりマイナスなことって言ったり書いたりするだけ意味がないっていう感覚は個人的に持ってて、なんでそんな無駄な時間と無駄な思考を使うんだろう。1日6万回人間は思考してるんだけれども、その思考の大半をネガティブな方向に持っていくだけ、時間の無駄というか、だって結果見えてるんです。もう悪い方向に進んでいくの、悪い方向見てたら悪い方向に進んでいきますよ絶対に。そうなってしまったら絶対にいけないなっていうふうに思うんだけれども、言っちゃう人多いですよね。助けてー、もう自分不安、自分焦ってるわ、人にぶつかりそうだ、どうしようって言って、そっちの方をずっと見てたら、もう人にぶつかるし、もっと不安になるし、もっと焦るし、もっとパニックになるし、もっと自分は悲劇のヒロインだ、ヒーローだって話になっちゃうわけで、この不安を解読してみたらめっちゃ簡単な話なんですよ。不安っていうのはこんな感じで、細かく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 分けることができます。で、この一つ一つっていうのは具体的な疑問なんです。具体的な疑問で、具体的な疑問っていうのは何なのかっていうと、まあ、すみません、これ疑問って書きました。具体的な疑問って書いたんですけど、具体的な疑問っていうのは例えば何なのか、すごく簡単です。この商品の相場価格はどのぐらいなんだろう、この商品にはどんなメリットがあるんだろう、どんなデメリットがあるんだろう、商品ページを1個作ってみたけれども、この商品ページの改善ポイントはどこだろう、商品登録した時にこの項目っていうのは何か書いといた方がいいのか書かない方がいいのか、キーワードを書いたんだけれども、このキーワードで合ってるのかどうなのかってことなんですよね。この一つ一つのものをないがしろにしたり後回しにしたりして降り積もってきたものが一つの大きなぐちょーっとした粘性の塊になって、いろんな絵の具を混ぜてみたら何とも言えない、なんか黒のような灰色のような変な色になるじゃないですか。小学校の図工の時間に絵の具遊びって言って、いろんな絵の具を足したりしてぐちょ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 やってた、最終的には全部同じ色になりますでしょ。どんな色の絵の具をボン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 混ぜたとしても、最終的にはあのどんよりした何とも言えない、なんか濁った黒みたいな埃というか灰というか変な色になりますでしょ。あれが不安なんですよ。でも分解してみると、それは一個一個の必ず具体的な疑問である。
さらにこの具体的な疑問っていうのは一つ一つ解決していければ解ける疑問2種類あるんです。一つ一つ解決していけば解ける疑問と、あとはやってみなければわからないっていう疑問。例えばテストマーケティング、待っててってって言っちゃいましたけど、マーケティング、テストマーケティングってやってみなければわかんないってことは、やればわかるってことなんですよ。それをテストマーケティングを行う前に 100% いいだ悪いだ言ったってしゃあないわけですよね。もしくはもうダメなのかな、いいのかなって 100% 考えてもわかんないわけです。テストマーケティングをやる前の商品リサーチ段階で個別コンサルティングを受けている方であれば、先生とこの商品のこういうところが疑問なんです、こういうところが疑問なんですっていう具体的な疑問については払拭していくわけじゃないですか。だからあとはテストマーケティングして、すべての答えは Amazon にあり、これ私が自分で名言だって思ってる言葉なんですけれども、まあそう、それはまあ1ミリですけど、とにかくすべての答えは Amazon にあるんです。 Amazon に出せば、 Amazon のお客さんにその商品を見せれば、お客さんが答えを出してくれる、 Amazon が答えを出してくれるわけだから、先のこと、今考えてもこれ以上はわからないことっていうのを、これ以上考えてもしょうがないんだけれども、そういうものを含めて全部完璧に答えを事前に見出そうとしちゃうっていうパターンもあるんですよ。だから解決できる、今この瞬間解決できる、調べれば解決できる、先生と話し合えば解決できるっていう疑問をいくつもいくつもないがしろにしちゃってるパターンと、今考えても答えが出ないよっていうことを一生懸命答えを出そうとしちゃってるパターンで、それが全部塊になったから不安っていう曖昧な不定形のゼリーのような、粘性の溶岩流のようなドロドロした絵の具を混ぜ合わせた汚い色のドラーってしたものが体中をツタのように反応して、それが結果的に不安でどうしたらいいんですかっていう状況に陥っちゃうんじゃないかなって思うんです。解決策は簡単ですよね。もう今私がお話しした通りですから、具体的な疑問で今解決できるものであれば、一つ一つっていうのを解決する、まあこれ要するに毛玉みたいなもんですよ。毛玉になってるんだから、まずこの毛玉の一つ一つの糸っていうのをまずはほぐしてあげないと、不安っていう一つの名詞ですけれども、この名詞の中には具体的な疑問があるわけですよね。これを一個一個ほぐせるものは全部ほぐしていく。で、ほぐしたものを二つに分ける。二つに分けるっていうのは、解決できるものとデスマしてみなければ分かんないもの。あと、解決できるものと少なくとも今では分からないもの。この二つに分けて、今は分からないものっていうのは、次の行動をしてみれば分かることなんですよ。曲がり方の先に何があるか分かんない。これ、今考えても分かんないことですよ。これを解決するには、行動すればいいんですよね。前に向いて歩くんですよ。後ろ下がってったり、その場でこうにぐる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 回ってても何も解決しないんだから、次のステップに進んでいくんです。それを多くの人は不安だ、ダメだで、こうにそこら辺でグーってうずくまっちゃって、マッチ売りの少女の最後じゃないですけど、こんな感じでうーって凍えちゃってるような状態なんですよね。これぐるぐるやって意味ないじゃないですか。で、私は凍えてる、私は不安だ、私は不安だ、私は焦ってる、私はダメな人だ、うーってなってても絶対何も解決しないじゃないですか。曲がり角を曲がれば解決するんですから、行きましょうっていう話。あとはうーってなる、この現在のポイントであってもうーってならずに、随時講師に気になった部分っていうのは聞いてみる。はじめは質問の仕方だって分かんないと思うんですよ。そこも含めてコンサルタントは訂正しますからね。訂正というか、こうした方がもっといいですよって改善策をお伝えします。何でも かんでも聞いちゃう傾向がある方であれば、あ、そのポイントに関してはご自身で考えていいですよって言い方をしますから、あ、なるほど、質問の仕方こうなんだ、この部分に関しては迷ってたけど、やっぱり私が自分自身で判断していい部分なんだ、あ、この部分は迷ってたけど、もう完全にそこはやっぱレッドゾーンだったんだ、いけないゾーンだったんだとか、そういうことがはっきりわかります。今解決できる部分は一緒に解決して、今解決できないというか、手詰ましてみりゃ、してみなきゃ分かんないことは手詰ましてみりゃ分かることですからね。そこは進んでいく。で、事前になんか悲観的な物語を作り上げちゃって、その中で私はどうすればいいのって言ってな、ミュージカルになっちゃうんですよね。私はどうすればいいのみたいなことを言い出しちゃったって、しゃあないんですから。なんでですかね。やっぱり我々っていうのは、人生一人一人っていうのが自分大好きです。みんな自分大好き人間、まず自分の幸せっていうのを求める。しかしながら、
その自分の幸せっていうのが、例えばマズローの欲求5段階説のような承認欲求のようなね、もの、周りの人から認められたいっていう欲求があるのはわかるんだけれども、認められたいのであれば認めてくれっていうのではなくって行動すべきだと思うんですよね。承認欲求っていうのを満たすためには、例えばまあ権威づけとかいろんな言い方もものがありますけれども、やっぱり行動してみてようやく周りの人っていうのは認めてくれるものであって、その場で認めてください言ってもダメなんですよね。やっぱり行動して動いている、前向きに進んでいる人間だから周りが認める。そこでその場で私はみんなに認められたくってってもじもじしてたって、なんだこいつって言われて終わっちゃいますからね。だからやっぱりより高みに行きたいのであればそれなりの行動すべきだし、マイナスなこと、特にこの不安なんてものはなんかブツブツして気持ち悪くなっちゃいましたね。ちょっとブツブツ症候群、ブツブツイヤイヤ症候群の人は気持ち悪い図になっちゃったと思うんですけれども、まあこの本当に気持ち悪いものなんですよ、不安っていうのは。だって曖昧すぎて何がなんだか分かんないから、解きほぐしていって、少なくとも不安だとか焦ってるって言わずに前向きに進んでいく必要があるし、やっぱり少なくともその人の世界にはないようなしんどさだったり、ないような難しさだったり、ないような煩雑さ、もしくは従業員の時には考えもしなかったような不確定要素だったりするわけですよね、商品を出すっていうのは。しかもその前に我々は消費社会で生きてるから、自分が欲しい車に何百万払ったりとか、自分が欲しい高級アクセサリーに何十万払ったりするのは結構ポンって払っちゃうくせに、しかもクレジットカードで、じゃあ物販のためにじゃあ50万円仕入れましょう、100万円仕入れましょう、そんな高くなくても10万円仕入れましょうってなった時は、えってなっちゃうんですよ。要するに先行投資としてお金を使うことに慣れてないんです。消費としてお金を使うことには慣れてるから。だから慣れてないことをやれって言われたら、それ嫌悪感になっちゃって、しかも確証がないですから、別に悪いんじゃないんですけれどもね、青天井の裏返しですから、オセロなんですよ。オセロがの白側が青天井の売り上げが得られるとしたら、そのオセロを逆から見てみたら確証はないですよって話。ずっとネガティブなことじゃないんですよ。必ず両方合わせて独立独歩ですから、個人事業主としてプロセラーとして邁進していくってことですからね。それを両方とも白のオセロがないように、両方とも白のオセロ、要するにノーリスクで全て自分にいいことしかないようなものを求めるっていうのはおかしいんですよね。オセロの白を裏返したら黒が出てくる、当然じゃないですか。黒を裏返したその代わり白が出てくるんですからね。要するにこれも天気みたいなもんですよね。晴れの日は、あーくそ雨がまたどうせ降るだろうなと思って、雨の日はあーずっと雨だって思うのか、雨の日は、ああ、雨の日があるってことは晴れの日もあるっていう風に晴れの日を待ち遠しく思って晴れの日はわーいって喜ぶのか、もっとその上っていうのは、雨の日は雨の日で楽しんで晴れの日は晴れの日で楽しむ。この私は細かく考えると、まあオセロだと裏表の話しましたけど、天気に例えてこの3段階のどこに行きたいかなんですよね。雨の日は雨の日で楽しいじゃないですか。雨の日だと外歩いてる人が少ないし、雨の匂いはすごいなんかいい匂いがするし、なんかすごい周りの雑音が雨の音で良い意味で消されるから、心身もこうしやすい。晴れは晴れでやっぱり気分いいじゃないですか。だからどのような環境にいてもそれを悲劇的に捉えるのか、それを前向きに捉えるのかっていうのは違うんですよね。それに私の生徒さんも含めてやっぱり見ていると、皆さん同じ状況、例えば商品リサーチしてる段階、商品リサーチなかなかいい商品が見つかんない段階、テストマーケティング前で不安な段階、どの段階にいても前向きな人は前向きなんですよ。逆を言えばある人がすごく前向きでワクワクしながら進んでいっているその位置で、別のある人は悲劇的になり、悲観的になり、依存的になり、多責になり、ガーッと落ち込むんですよね。これがね、真理ですわ。全く同じ状況に2人の人がいても、全く同じ環境同じ状況に2人の人がいても、リアクションが真逆になることがある。どっちに行きたいんですかっていうのを考えるべきだと思うんですよね。というわけで今回の話まとめさせていただきます。今回はタイトルでは青天井を求めているのに、その時給何百円とかね、それは確約を欲しいって言ってるのは、それもおかしい話だと。白白オセロがないように、やっぱり白黒なんですから、
で白にフォーカスして前に進んでいけばいいものを黒にフォーカスして落ち込んでいったらいかんよっていう話をさせていただきました。あともう一つ後半でお話した不安っていうのは結局具体的な疑問の集まりなんですよ。でその具体的な疑問がこんがらがっちゃってるからぐっちょぐちょになっちゃってるだけだから、結局皆さんっていうのはその不安に押しつぶされるような状況になった時に、具体的にその不安の一つ一つの疑問は何なのかっていうのを選別してもう一回ほぐさなきゃいけない。でほぐしていくと分かりやすいんですが、今解決できる疑問と今考えてもよく分かんないことってあるんですね。解決できるものは解決する、今考えても分かんないものは前に進む。結局のところ行動ありきですから、前向きに行動していく人間が必ず成功する。なぜならば前向きに行動していく人間は成功するまで諦めないから、歩を止めないから、歩っていうのは歩くっていうことですね、を止めないから。簡単な話なんですよ。だから必ず結果が出るまで進んでいっていただきたいし、予想だにしないことが起きることも含めて計画に入れて我々は進んでいく必要がある。しかしながら私が最近お話しした通り、父の関係のことでお話しした通り、予想だにしないことがあることも含めて計画の中に入れているにもかかわらず、予想だにしないことの中にも入っていないような、そんなこと起こるはずもないってことも起こる可能性だってあるわけですよね。でもやっぱりそこも含めて我々は日進月歩、前向きに誠実に謙虚に周りに感謝しながら着実に三方よしの堅実な物販を、まあ物販のやってる方であれば進めていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで途中でミュージカルみたいなことをやりだしたりしながらも、まあちょっと茶化しながら話させてはいただいたんですけれども、ずっと真面目にこういうふうに講義、物販というものをですね、っていうのもクソつまんないじゃないですか。教えるっていうのはやっぱ楽しくなるようにね、教えなきゃいけないんで、ちょっと茶化したり、私はなんか体の所作というか動作が多いんですけれども、話してる内容はもちろん真面目な話というか、真理を話してるつもりですので、皆さんにとって何かしらお役立ていただければなと思います。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦史がお届けいたしました。では失礼いたします。